後悔するぜ。Thank you.
エド。おや、あなたたちですか。なんだってあんたがここに。まさか秋葉原でこの現象が起こるって予測してたとか。そのまさかです。天球は日進月歩。デジタルウェーブ状態をつぶさに観測することでシフトが発生する地域を特定できます。シフト？この現象のことか。ええ、デジタルシフトとこの私が名付けました。なかなか趣がある響きですね。ですがもう決めちゃいました。この現象はデジタルシフト。名前はともかくだ、倒せばいかにも俺たちの他にも。それもいや、デジタルシフトに巻き込んでに我は。じゃあいたか。まあいかなるか。真相は自分の目で確かめるしかねえってことか。では、案外大したことなかったね。
介するぜ。はい。行け。隠しの、あら、真田君、
真田くんなの。ああ真田くん。西野さん。何って。見て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 。こんなにこんなに。二次創作じゃない。オリジナルだよ。西野さん。どう。どう真田くん。すごいでしょ私。これだけ書ければ文句なしにデビューできるよね。漫画を描いてるだって笑えねえんだけど。真田くんもやっぱり。あの真田くん私の何事。こいつは私漫画に描いたことが。でも殺したりは絶対。お前らがそれまでお願い見ないで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 。私の読者になって。
西野さん、とにかく漫画を描くのが好き。俺は読むだけだからさ、それが気づけなくてすまねえ。そなた、でも、またどうして。まずい、逃げろ。Thank you.
案外大したことなかったな。あ、収束するぞ。本当に解決しちまうとはな。しかし妙な事件だぜ。お前の通報で駆けつけてみれば、失踪者は全員無事。しかも犯人はぶっ倒れてて意識なし。これじゃあまともに事情聴取なんざできやしねえっての。つうかお前本当に何も知らねえんだろうな。お前から事情聴取したら全部又吉さんにバレちまうからな。今回は見逃してやら。つうわけで行ってよし。ま、ご協力。エデン症候群？西野さんが？イーターに襲われた西野さんが、イーターはデータを食う。仮にデジタルシフトの中で西野さんは半分だけ食われちまったのかも。エデンでイーターに自分のアバター、精神、それがエデン症候群ってわけか。そうすると治療法はどうなる？いや、あのイーターを倒しても西野さんは意識を失ったまま。ダメだ、情報が足りねえ。つうわけで俺も、注目すべきはデジモンに操られた男を思い出。彼はデジモンに影響されてしまったが、逆に彼女の心の奥底にある、そういった精神作用がデジモンを呼び寄せ結びつき完全、そして迷い魔の発生で結び、彼女はハッカーではない、デジモンとも縁遠い。ご、それでもデジモンを強化した上、人間の意識というものはともかく君は運だ。頼もしいか。しかし気になるのは、迷いが内部は危険であるにもかかわって天才と呼ばれる人だが、それ推理が憶測。私も迷い込んでしまう。
Thank you.
you
Thank you.
みんな、行くよ。どんどんつなげ。
Thank you.
みません、お客様にこんなところ。最近おかしな事件のせいでちょっぴり疲れてて。電脳探偵？あっていうか仕切り直していいでね。改めまして、音楽とアニメをこよなく愛するアルバイト店員です。え、依頼の内容を詳しく聞きたい？実は最近店内で微妙ないたずらが多発し、陳列している CD の位置が変わってたり、あまりにも微妙すぎて誰が何のためにこんな微妙ないたずらをしている。あの CD 聞いたんですか？まあ悪くはないですよね。え、ひどかった？あ、それで。え、わかりました。夜の店内か。皆調べてみたのだが、どうやらこの事件にも CD のジャケットに書かれていたおか、とにかく店内。さあ、店長の許可は取っておきました。お、え、危ないから。どこ、私あの曲を作だからいいですよね。これはな、え、こんな夜中に人間がいるだなんて。あなたたち、あちきのファンなわけね。なんですって？恥ずかしがらなくて。そんなあんたは、あちき、さあ。
Thank you.
何よあんた、ずいぶん乱暴じゃない。ちょっとしてあれね、アチキのことが好きすぎて狂心的ファンになっちゃった。あれ、その愛情はやがてそうはさ、ブレスファイヤー。
中だったんですね。私もう何が何だかどうしたらいいかわからなくって。えで、デジモン？それってあの電脳空間エデンにいるとか、それじゃああの CD も。いたずらだなんてひどいわ。こんなに CD がたくさんあるんだから、アチキの CD だって売ってくれたっていいじゃない。どうしてどうしてみんなアチキの音楽を理解してくれないの。確かにあなたの音楽は自分の聴覚でも、あの独創的で個性的な響きはきっと新しい表現は受け入れても、諦めたらそこで終わりです。最後まで。あんた、これ以上微妙ないたずらをしないって約束。私があなたのファン一。泣かせること言ってくれる。それでいたずら犯への。そんなんじゃありません。世の中にはあの曲はきっと音楽の可能。ほうほう、店の利益のことだけではなく、さすがは。音楽は人生の一部ですから。電脳探偵さん、ぜひまた遊びに来てくださいね。最後にしっかりと見せ。どうだ、そろそろ探偵業には慣れてきたかな。なるほど、実感がないか。うちの事務所のモットーは、うちの事務所のモットーは、来るもの拒まず、去るもの追わず、働かざるもの食うべからず。ちょっと、新聞の勧誘ならうちは間に合っている。いや、消火器もネット回線もありがたい都合。だから、僕、お客です。ようこそ。ハッカーからデジモンキャプチャーを購入する予定が逆に。で、そうなんです。本当マニア心。そうです、マニ。手に入れたいものはあわよくば保存。そんな。お話はつまり奪われた激レアデジモン。電子マネーなんてどうでもいいんです。ご依頼という。おそらく犯人はメダルそのものが欲しかった。デジモンメダルを売買している店はまずはそこを当たってみ。私はそのあいにく私。
私たちが大勝利。
私たちの
くよ。はい。準備できてるよ。
Thank you.
私たちの大勝利。
Thank you.
く。みんなよく頑張ったね。よう、探偵助手。ん？神城とナイルコープの件はどうなったかって？そいつは目下、超。こちらが今回の依頼。あなたがさくら。そうね、実は最近どうに。お母さん、それが部屋からは出家を出て。そうなんです。しかし実は似たような依頼。腰が重。ああ、家出の原因になった。どうやら最近、しかもだ、この大掛かり、そのせいで、ね、大掛かりな電波。神城ですか？確かな証拠。神城ってエデン。お母さん、どうか安心して。君はまたよし。神城が絡むとどうし、何よりそこで。いやいや、お前さんが。けど一丁前、それ京ちゃんから聞いて、クレミ探偵事務所を開いた俺の先輩でも、もちろん確実な、どうしてもここん今がチャンスなんだ。ありがてえ。今又吉刑事とすれ違う。ふん、又吉刑事、君の能力コネクトジャンプ、まだまだ子供。ただあの人に、おじさんは、しかしは、それならばいい。まったく、すまん。さ、君は言う、どんな小さな子、その間には、おおよその、有能。Bye.